皆さんこんにちは。夜も更けた大阪伊丹空港です。私はこれから日本航空138便に乗りまして東京羽田に向かって戻っていくわけなんですが、もともとここには777が、あるはずだったんですけれども、機材変更の影響で787に、変わっております。まあ、当たり機材に変わったと思うべきかどうなのかってところなんですけど、まあ、例によって搭乗ゲート付近はですね、本当だったら、ビジネスマンとかダイヤ様がここにこう列をなしているのがいつもの光景なんですが、今日はそういうこともなくかなり静かに、なっております。東京羽田到着後の様子なんですけれども、第3ターミナルの国際線出発の表示がですねすごいことになっているんで、これもしかしたら国際線ターミナルのかなり異様な感じになってるんじゃないかということで、ちょっと覗きに行ってみようかなというふうに思い立ったわけでございます。さて、国際線ターミナルの出発案内ですね。欠航、こんなんばっかですね。本当にもう異様な光景としか言いようがありません。台風直撃してるわけじゃないんですよね、これね。本当に恐ろしいことで、空港の中の様子もですね、こうやってほぼ人がいつもの国際線ターミナルの様子を100とした時に多分これ10もいないんじゃないかなっていうぐらいの感じの隙具合ですね。まあ、このシーンの裏でいろんな人がこう頭を抱えてどうすると言ってまあ困っていらっしゃるということを考えるとね、ちょっとこちらとしても心が痛くなるものがありまして、何か私は今のところ別に何らかの力を持っているわけではないんで、何もお手伝いすることはできないんですけれども、羽田国際線大増発のポスターはもはや今はちょっと悲しく見えてしまうのが気のせいでしょうかね。まあ、多分これのためにいろんな人がいろんなところで調整して、まあ、頑張ってここまで来てたはずなんですけど もう今はもうそれどころじゃないというふうな状況になってしまいまして、なんかただただ悲しいですよね。早く収まればいいんですけど、くしくも今日は、雨と風が横殴りに吹くような日でしたね。これからの私たちの行く末を占うような、なんとも恨めしい天気が目の前に広がっております。とりあえず今日の搭乗レビューはこんなところでした。ありがとうございました。